レーモンジャンボークは、カナダケベック州産ローラン生まれの元、アイスホッケー選手。2005年時点で NHL のディフェンス選手中、最多ゴール、最多アシスト、最多ポイントの各記録を保有する名選手で、主に、ボストンブルーインズに21年間在籍した。 同チーム在籍中は一度もスタンレーカップ優勝を経験することができなかったが引退直前に移籍したコロラドアバランチでついにその祝願を達成した2004年にはホッケーの殿堂入りを果たしているレイーボークは1979から1980シーズンの NHL ドラフトにおいてボストンブルーインズに第1位で指名された入団直後からリーグを代表する ディフェンス選手としての地位を確立し、同シーズンのカルダー記念賞を獲得するとともに、オールスター第一チームに選抜された。これは NHL 市場においてゴーリーを除けば初の快挙であった。1987から1988シーズンには19試合連続でポイントを挙げた。これはディフェンスマンとしては、ポール・コフィに次いで歴代2位の記録である。 1988年、1990年と、ブルーインズは2度、スタンレーカップファイナルに進出したが2度とも敗れ、優勝はならなかった。ボークは、1979年から2000年まで、21シーズンにわたって、ボストンブルーインズにおいて攻撃力、守備力ともに兼ね備えた、有力選手であり続けた。例えば、オールスターゲーム史上における、 ショットの正確性でチャンピオンであることからも攻撃面での卓抜さがわかる。また、ボーク自身はとても丈夫な選手であったが、ブルーインズがあまりにもボークの表情における支配力に依拠していたために彼が欠場でもした場合にはチームの状態が不安定になるのは誰の目にも明らかとなるほどであった。現役生活通算ではオールスター第一チーム選抜13度、 第2チーム選抜6度、両者を通算した記録は、ゴーディハウに続いて、史上第2位、ディフェンス選手としては、最多非選抜記録を保持している。また、ボストンブルーインズのチームキャプテンを14シーズン、務めたが、これは、同チーム史上最長を誇り、史上第2位の長さである。1983から1984シーズンには、ディフェンス選手としては、 史上6人目となるシーズン30ゴールを挙げた。1990年にはリーグ最優秀選手に贈られるハート記念賞の先行投票において大接戦の末、同期のマークメシエに次ぐ第2位に終わった。しかし、リーグ最優秀ディフェンス選手に贈られるジェームス・ノリス記念賞は5度受賞している。1998年に日本の長野市で開催された 冬季オリンピック大会では、アイスホッケーカナダ代表チームの一員として参戦した。2000年の初頭に、ボークは徐々に力を失いつつあったボストンから、スタンデーカップを狙えるチームへの移籍を希望した。ブルーインズはこの願いを叶えるためトレード先を模索し、2000年3月6日に、ボークは、デイブ・アンドレイ・チャックと共に、ブライアン・ロルストン・マルタングルニへ、 サミュエル・ファルソンの3選手及びドラフトの第1位、指名権を交換条件として、コロラド・アバランチにトレードされた。ボークは、アバランチではわずか128試合にしか出場しなかったが、表情でも、そして、ロッカールームでも自らが重要な戦力であることを証明してみせた。そして、ついに2001年6月9日、アバランチ、そしてボークは22年目にして、 初めてのスタンレーカップ優勝を飾った。ボークの現役最後の試合での出来事であった。同年6月12日、ボークはカップチャンピオンチームとしての特権を行使し、優勝カップをボストンに持ち帰った。ボストンのシティホールプラザにはおよそ2万人の熱狂的なファンが感動的な祝賀を行った。公式の引退発表は同年6月26日であった。 ボークの生涯成績410ゴール、1169、アシスト、1579ポイントはいずれも NHL ディフェンス選手としての最高記録である。なお、背番号77は、ボストンブルーインズ、コロラドアバランチ双方の永久欠番となっている。引退後もボストン地区に在住し、地域のチャリティ活動などに携わっている。また、息子のクリス・ボーは2004年に、 ワシントンキャピタルズにドラフト指名され、これまでに33試合 NHL でプレーしている。ボストンブルーインズの球団社長のハリー神殿ンンは、ボークは NHL 史上チャンピオンになっていない最も優れた選手であると1998年に述べた。ありがとうございます。